白石正則は、日本の生活協同組合の職員、元大学生協職員である。東京の高大学生協に勤務していた際、利用者アンケート用紙、一言カードに書かれた要望や質問に対する、真面目かつウィットふれる回答で話題となり、生協の白石さんのタイトルで、書籍も出版された。1969年、東京都秋島市に生まれる。 新州大学経済学部卒業後、1994年に、早稲田大学生活協同組合に入り協。2004年、東京農工大学生協職員の業務として、組合員からの要望に対する回答を書いた、一言カードでのやりとりが、学生のブログで紹介されて、反響を呼び、インターネットを中心に、生協の白石さんとして学外にも知られ、書籍化されて、 ベストセラーになった。また、受け答えをもとにした CM も放送された。しかし本人は、広く知られたことで、全く盛教のこととは関係のないアンケートが、寄せられることが増えてきて困惑している。2008年11月、人事堂動で、東京農工大学を離れ、東京インターカレッジコープ渋谷店の店長に、就任した。2009年1月22日までは、菅は、 非公開だった。書籍のサイン会を開いた際も顔を出さないことを条件にテレビ局のインタビューに応じた。そのためサインをもらったファンだけが素顔を知ることになった。直接対面したアンガールズの山根義明は白石さんは結構な男前でしたとコメントした。2009年1月、東京農工大学の広報大使第1号に任命された。 その際の記者会見で、今まで非公開とされてきた素顔が公開された。2013年7月、法政大学小金井キャンパスにある小金井店店長に就任した。2016年11月、東洋大学白山キャンパスにある白山店店長に就任した。その後、大学生協を退職。2021年2月21日、日本生活協同組合に転職。 単身で大阪に暮らす。ありがとうございます。